はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ドラゴンクエスト6、続きからね、やっていきたいと思うんですが、今回はね、ちょっとね、メンバーの方変えました。で、メンバーはアモス、ピエル、で、キング、ミレイユね、行こうかなと思います。で、ピエルをね、ちょっと育てたいなということで、まあ、少しね、戦闘しまして、まあ、魔術の塔ね、来たので、まあ、ここ熟練の稼ぎにね、まあ、使いやすい。で、まあ、それも含めてね、やって、主人公はね、スーパースターになってます。まあ、ここまでは早いですからね。一応、スーパースターになって、ステータス強いというわけじゃないんですが、ピエールはね、もうゴリゴリにしましたよ。ね、装備の方なんですが、カジノでね、プラチナメイルと、ドラゴンシールドをね、手に入れて、装備してます。で、さらに、まあ、プラチナソードね、小さなメダルでもらえるやつね。それを装備して、まあ、鉄仮面。まあ、今できる装備ですね。最強装備にしてます。はい。まあ、こんな感じで行きましょうか。ピエル。で、ハッサンはね、馬車行きにしました。こっからはね、ハッサン馬車の方で使っていこうかなと思います。最後。さあ、来ましたね。ね、ちょっと話聞いてみようか。なんか言ってくれるかな。呪文覚えてる？ベギラマはダメですからね。オッケー。了解。よし。行きましょう。ここってあれやったっけ？長かったっけ？どうでしたかね？あれ覚えてないですよね。戦闘はどうしようかな。まあ、戦うかな。こっちは？何もないか、これ。うん。何もないですね。これ違うな。向こうに宝があって、ただ行き止まりか。さあ、こっちかな？とりあえず落ちないようにね、慎重に行こう。一応、アモスをね、今使ってるんですが、これからはね、バーバラ。バーバラがね、まだ弱いんですよね。バーバラをね、使いたいなと思ってるんですが、あとはね、こっちか、先。ここはないやろ？ああ、ここへ。何もない。こっちか。これ何もないんすかね？大丈夫かな？しっかり調べなくても大丈夫？あ、降りる階段ありますね。これ宝かな？あと、テリーですね。テリーはね、使います。はい、どうだ。1300ゴールドか。まあ、アモスとかはどうしようかなって感じだな。ミレイユはね、交代させるかな。ミレイユ好きなんですけどね。だ結構ミレイユ使う方多いと思うんですよね。最初からいますし。あとね、スライム系ですね。まあ、どれか使っていこうかなと思います。まあ、一応今、ホイミスライムもね、育ててはいるんですが。やっぱピエールがね、優秀なよな。ここのボスもね、まあ大したことなかったよね、確かね。魔法強いですけどね。魔法強いけど、魔法ターンやったっけ？なんか貼ってくるじゃないですか。あれをさ、まあ打ち消したら、それをかけ直すみたいな修正がこいつあったので。え？もう終わった？もう着いたか、これ。うん、ちょっとまあめんどくさいんで、満タンにしときます。これもう着きましたね、これ。うん、着いたわ。ね、道具は、どうすかね。弦とミレイユで大丈夫？分けた方がいいかな。主人公に持たせるか。これでいきましょうか。はい。話しかけよう。ミラルゴ、ゲゲ、なんでわしの名を知っている？鏡姫。お、始まったね。イリカですね。うん。イリカがわしの嫁になるって言えばいいだ。簡単やな。言ってくれ、嫁になるって。もう何千年経ったこと？
どうしても手に入れたいんやね、こいつは。うん、だからは許しておけんの。ゲゲゲ。さあ行きましょう。うん、ガンガン行こうぜ。まあいいか。ルカに聞いたっけな。ただ跳ね返してくるやろこいつな。ちょっと一旦攻撃で行きましょうか。お、爆裂剣、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あー、魔法ターンしてきましたね。これをね、作戦でミレイユを命令させろにして、なんかね、どうでもいい呪文を打てばいいんですよ、これ。ニフラムでいいかな。まあ魔法トラとかでもいいけどね。まあニフラムでいいですね。うん、これで打ち消しておけば、もう一回かけ直したよね、こいつね。ほっぺギラゴンね。オッケー。あとこいつってさ、なんか呼んだよね、仲間ね。確かそうやわ。ベホイミ。あー、こんな感じですね。またかけ直しましたね。これでね、一旦使ってくれるので、まあ、何かをまたかければ、問題ないですね。違う。主人公はさ、殴ってどんだけダメージ与えとったっけ？ニフラム、ニフラム。はい。これで消しときましょう。光の壁ね。こいつ仲間呼んだよね。ああ、呼んだ呼んだ呼んだ。ランプの魔人は、星のかけらが効くんよ、これ。スクルトかけとくか、一回。あ、だから呪文使わない人がランプの魔人からやっちゃうじゃん、こいつら。やめろ、やめろ、やめろ。お、混乱した、混乱した。やめろ、やめろ。作戦。まあ、でもいいか。ちょっとめんどくせえな。動かすの。ゲント、ゲントじゃない。攻撃でいこう。で、特技ですね。ニフラム。ミラルゴですね。さあ、ベギラゴンが来た。強いですね。ハヤブサギリ、倒しちまった。ゲントの杖で、まあ、自分を回復して、ベホイミっていいかな。おそらくここ貼り直してくるよね。うん、貼り直してきた。やっぱこいつ変わんないですね。まあ、昔とね、倒し方。変わんないですね。ありがたいですね。まあ、この間にね、まあ、ミレじゃない。アモスとさ、ピエールはさ、ダメージね、与え続けてるので、うん。まあ、問題なくね、勝てますね。ゲントの杖で、まあ、ピエールかな。そして、ベホイミで、うん。まあ、ミレイユかな。バーバラ使いたいんですけどね、最大 HP がね、まだ100ないんですよね。ちょっと厳しくてね。ゲントで、主人公。これはまあニフラムやな、もう一回。かけ直しで一旦使ってくれるっていいですよね。あ、メラミ、弱い。うん。ここは回復じゃない、ないです。どこ回復しとる？うん。かまいたちでいこうか。さあ、どうだ？さあ、なかなか強い。またかけ直してきた。いいね。こいつなんかないんかな？いいの。ないな。ないですね。ニフラムかけましょう。うん、外しておこう。さあ、どうだ。メラミ、余裕ですね。
よし、いい感じじゃない。ゲントの杖使ってミレイも攻撃いきましょうか。かまいたちね。さあ爆裂剣どう。まだやね。魔法弾かけてきた。これで終わりですからね。ターンね。戦いやすいよね。ここはニフラムですね。そしたら一回なんかまあ受けて魔法をね。よし、オッケー。まだか。ゲントの杖は使っとこうか。でかまいたち行きましょうか。まあ主人公ね、ハッスルダンス覚えたらまたね戦いやすくなると思うんですけどね。はい、2300でレベルアップ、いいね。さあミレイも上がりましたね。ゲゲ、お前がゲゲフ。よし、何歳になるでしょうか。まあそうやね、年取らんのよ鏡の中だとな。では戻りましょう。道具は魔法の聖水か。よし、そしたらはい、ポンジョンですね。戻ります。で話ね聞きに行きましょう。さあ王のところね、急ぎましょう。お、おったおった。うん、倒したぞ。うん、そうか、イリカという名前なのか。髪の中救い出せる。よし、喜んでますね。まあいろいろ試してね、なかなかね救い出せずに、ようやくこの時が来たって感じでしょうね。うん、この呪文で呪いが解けるはず。何やらつぶやき始めた。やるやんこいつ。何？あらららららつって。やるやん。何時我が家を受け入れるか。うん、いやーよかったよかった、出てきましたね。うん、勇気ある人たちのおかげ。うん、わかった。展開が早いね。まあそれぐらいさ、積極的の方がいいかもしれん。よし、じゃあ戻るかな。これあとどうしたっけ。王のところ行って鍵もらって終わりやったかな。お、ちゃんと揃ってますね。はっきり分かりません。私の愛した人を死に追いやった。うん、
あれ封じたか。愛した人の生まれ変わりであると、うん、数千年すごいね。あ、そうか。おお、よかったな。来ましたね。よし、とりあえず水門の鍵ねゲットしたので、まあこれでめでたしめでたしかな。ここはこの城、この城の東ですね。その後南に進むか。はい、今回ね、ここで終わりたいなと思います。まあ、次はね、さっきね、王が言ってたところ、向かおうかなと思います。ご視聴の方、ありがとうございました。